こんにちは。この時間がやってまいりました。エリカです。ヘアメイクのかなこです。はい、3回目4回目3回目か4回目3回目か4回目です。お邪魔します。天才ヘアメイクのかなこさんがなんと今日もメイクをいろいろ考えて、今私そのメイクを載せとるんですけど、今回のテーマが秋のコスメで作る大人なカラースモーキーメイクをかなこさんに作っていただいたので、ちょっとそれをレビューしていきたいと思います。洗練されたちょっとシックな、色使いで作る大人の、秋メイク。大人の秋でも思いました。すごい大人っぽい私って思って。大人っぽいでしょ。そうなんです。なんか二十歳になったし、二十歳じゃない嘘なの、21歳になったし、21になったし、ちょっと大人の階段というか、またちょっといつもの大人っぽさとは違うとこ出したいなと思ってたから、すごいなんか今日の気分が大人っぽくて好きです。あ、嬉しい。結構この秋のトレンドとしては、ちょっとスモーキーなカラーを使ったアイテムが多いんだよね。例えばブルーだったとしても、ちょっとダスティーな感じだったりとか。ダスティーってどういうことですか？ちょっとくすんだというか、青をくすませたようなちょっとグレッシュな青だったりとか、黄色だったとしても若干ブラウン寄りの黄色とかがすごい流行ってる、ダスティーな。そう、ダスティーな色が流行るっぽいです。今って結構マスクメイクが主流だと思うから、割とアイメイクアイテムだったりとか、なんかアイブロウアイテムだったりとかもカラーっぽいやつが流行ってて、すごい豊作。例えば、今アイメイクで使ってるやつはセルボークの単色なんだけど、セルボークの単色、セルボークボランタリーアイズ、ボランタリーアイズの01番。ちょっと湿度がある感じになるんだよね。だからすごいね、今っぽいし、ちょっとブラウンでも若干黄みがかかってるというか、なんか重たすぎない、なんだろう、オレンジっぽい感じしますよね。なんか普通のブラウンじゃないし、あとちょっと湿度がある感じだから、めちゃめちゃ可愛い。ラメはないですよね、これ。そう、ラメはない。ラメじゃないけど、なんか光ってる。そうだね、のがすごい。それも多分ちょっと湿度があるから、湿度があるってそういうことなんだ。なんかこうウェットとパウダリーの中間みたいな感じのテクスチャーが新しいし、この秋っぽい。薄付き、すごい薄い。ブラウンってやっぱ失敗しやすいと思うんですよ。こういう薄付きだと重ねても失敗しないから、すごいいい気がする。そう、重ねてもなんか結構ドンって つきすぎないで、なんかこの単色でシャレるっていうのはすごいいい。さすが上品アイテムです ね。パレットも今季は結構いろんな色の組み合わせがあるんだけど、質感をレイヤードしたとしても、その色をレイヤードしても全然重たくならなくて、肌に溶け込むようなテクスチャーが多い。すごい色遊びができるんですね。そう、このテクスチャーすごくいい。このアイテムだけでマットにもならないし、ちょっと使ってみようと思います。私はビビ目元でもこれやって、で、上は上まつげだけちょっと、今回はダスティーブルーの、マスカラを使いました。はい、アディクションザマスカラカラーニュアンスの9番です。この秋はカラーマスカラもめちゃめちゃ豊作で、すんごいいろんな色が出てる。へえ、すっごい。なんだけどちょっと使いづらいというか、みんながあんまり挑戦しづらいかなと思うブルーをちょっとあえて選んでみました。確かに自分でブルー塗ろうってあんまりならないけど、ね、ちょっとアイライナーにしても若干使いづらいと思うよね。でもこの感じなんかブルーっていう感じあんま分かるけど、ね、すごい、ね、近くで見ると分かるのかな。下まつげまでちょっと全部やっちゃうと若干しつこいから、今回は上まつげだけでちゃんと計算されてますね。そうや、遠目で見ると普通のちゃんとしっかり生えたマスカラって感じなんですけど、近くで見るとあれ、なんか色味かかってるっていう感じがするんですよ ね。それがすごいさりげなくて、あ、これが色気なんですね。そうですよ、青とか黄色とか赤とかよりもちょっとこうこの秋のくすみがかってるやつが多いから、それもこう黒いまつげになじむ一つ のいいポイント。私浮かないのがすごいいいですね。そう、アイシャドウとの相性もいいっていうのがちょっと黄みがかってるというか、ちょっと黄みっぽいブラウンとブルーを合わせてあげると相性が、アイライナーとかもちょっとブルー系出てたりとか、涼しげな色とか入ってるんだけど、それ一個だとおばみを感じてしまうとか、おばみね、おばみ、ちょっとこう一つブルーを入れるだけで若干使いづらいわよあんたっていう人は、ちょっとこういう黄みブラウンと掛け合わせてあげるだけでレイヤードするとすっごくシャレるから、なるほど、これは一個試してみてほしい。大人すぎるおばみじゃなくて近い色気ってことですね。そう、いい感じ、近い色気。ビビマスクでやっぱりアイメイクっていうのはすごく今重要で、ここで
可愛さを作るのがポイントなんだけど、この秋はチークもちょっとスタイリッシュに使ってほしいなっていう願いを込めて、はいはい、このスックのスック、うん、こちらのアースカラーなチークなんですけれども、ピュアカラープッシュ、そう128番、結構この秋はなんかチーク使いをスタイリッシュにするのがポイントかもしれないですね。へー、これは外側から大きめのブラシで内側にかけてちょっとこうシェーディングするような感じでまとわせてるんだけど、海外セレブっぽいですね。そうだね、このシェーディングとかってそうそうそう、外側から内側にかけてふわっと、そうするとなんか全体のメイクを締めてくれるチークになるから、このチークがあるのとないのだと結構メイクの締めバランスが全然変わってくるから、うん、やっぱそうなんですね。そう、チークは大事、うん、あ、わかる、うん、そう、チークなんていらないわよって感じでしょ最近。でも私結構それが好きなんですよ。韓国のアイドルとかマットな肌に、ね、白肌ね、なんかこうアイシャドウ可愛くなってリップもさりげなくて、うん、こうなんていうの、ザ透明感みたいな、かわいいよね、めっちゃ好きです。ああいうメイクも超好きだけど、でもこういうスタイリッシュなやつとかもまた全然違うじゃないですか。そうだね、なんかマスク取った時にちゃんとメイクしてます感っていうのも出るから、そうだ、ね、すごいいいなって思う。血色感は大事、うん、大事ですよね、うん、あとチークの入れ方でやっぱり顔の印象もすごい変わるなと思う。全然違う、うんうん、この色超かわいい、絶妙じゃないですか、ね、ピンクじゃないけど、そう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 、若干ね、うんうん、ブラウンが入ってて、うんうん、オレンジにも見える、うんうん、ちょっとピンクっぽくもあるんだけど、そうそうそう、こういう色のチークは今季マストハブ、マストハブ、マストハブ、マストハブですよ皆さん。なんか夕日みたい、あー感性が豊か夕日みたいです、感性豊か出ました、感性が豊かですよ、そう、夕日みたいな色です、感性が豊か出ちゃいました、わかる、なんかちょっと夕日っぽい。なんか夕日でこうなんか海眺めながらこうやっていいですね、ちょっと横を見たらね、好きな子とかがいて、あー、いい、ね、いい、夕日に染まっててなんか頬が可愛いみたいな、そういう感じ。ビビ、じゃあ次、眉毛。そう、眉毛はセルボーク、これもセルボークのインディケイトアイブロウパウダーの01番です。これもすごい可愛い、うん、今季はアイブロウアイテムもめちゃめちゃ豊作で、うん、眉マスカラとかもカラー系が多いし、はいはい、結構眉アイテムって1個買ったら1年中それ使ってません？使ってるよね。私待って、そうかもしれない、やだ、当てないでください、恥ずかしいんだけど。なんかさ、2個の、3個あるさ、うちのさ真ん中だけがすり減ってさ、それでもずっと使ってるでしょ。今季は本当にこういうカラーのブロウアイテムがめちゃめちゃ多いから、うん、もうそれに合わせてちょっとアップデートして買い替えてほしい。わ、なんか新宿歩いてる時に、うん、なんか同じメイクのパターンとか、うん、なんかこう違うメイクのパターンやってる時の気持ち違うじゃないですか、うん、新宿歩いてる時に、ね、そう、あ、待って、なんで新宿って言ったんだ、なんで新宿って言ったんだろう、違うよ、さっき新宿の話してたからですよ、絶対なんで新宿歩いてる時に思うの、どうしたの、街歩く時、街歩く時顔が赤くなっちゃった、やめて、いやこれガチで私こういうことやっちゃうんですよね、怖くな い, い, い違うんですよ、かのこさんと私超仲いいから、やめてちょうだい、新宿は、はい、大変失礼しました大変失礼しました皆さん、はい、それで気を取り直して、色使いってやっぱ難しいと思うんですけど、こうやって色合わせたらいいんですか、どうやって使うんですか。真ん中が結構みんながいつも使ってるような茶色に近いと思うんだけど、赤みっぽくしたいときは上と混ぜて、ちょっと黄みっぽくしたいときは黄色を下と混ぜてとか使うとすごいやりやすいかも。そうなんですね。今日はちなみに黄色を使ってます、うん、あ、黄色、うん、なるほど、ちょっと黄みがかってるあのメイクだから、はい、あ、そっかそっか、こっちのアイシャドウにも合わせて、そう、みんなから見て右側が黄色を使ってるやつですよね、うん、黄色を使っていて、みんなから見て左が赤、うん、全然違いますね、この一色のさ、うん、パレットでさ、うん、こんなに違うやつ作れるのもすごくいいよね、うん、マスク自体になってからやっぱり眉毛もアイメイクの重要な一つ一部になるから、あります、やっぱメイクに合わせて眉毛の色もこうちょっとアップデートしてあげるのは、顔の印象が一発でガラッと変わるから、うん、確かに、わかる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 、脱色するだけで全然違いますよね、全然違うよね、ちょっとグレープっぽかったりとか、うん、そういうのも今季はいっぱい出てるんだけど、グレープ、うん、そう、そういうちょっと赤みがあるグレープっぽいだとか、うん、ブルドとか使ってあげるとちょっと女の子っぽくも寄せられるし、はい、今日はスタイリッシュに寄せたいから、はいはいはい、ちょっとピンクっぽさで、ちょっとなんかハンサムっぽい感じしますよね、わかる、わかります、ハンサム顔、わかる、でもなんかちゃんと女の子っぽいハンサムなんですよ ね、 いいよね、女らしさは絶対忘れたい、さすがです、イエーイ。ビビ、アイブロウマスカラ、アイブロウマスカラ、ジルスチュアートのアイブロウマスカラです、これはグロッシーブロウマスカラ、今
回はちょっとアイブロウの方を、カラーで入れてるからちょっとグロッシーな感じでちょっとツヤを出したかっただけだから、あすごいびっくりした、眉マスカラかと思ったら何も色ついてなくて、そう色ついてないけどラメがついてるんですよね。そうなの、めちゃめちゃ可愛くないこれ、なんか変更ラメ、変更ラメが、あしかも匂いがジルスチュアート、いいよね、わかる、上がるよね、すごい上がりますね。えこれはなんこうトップコートみたいなイメージなんですか。そうだね、今期の眉毛というか、うんうん、今のトレンドとしても、はい、結構眉毛ってあの、うん、この毛並みがすごく重要で、はい、毛並みを整えるみたいな感じで、描く前にもちょっと整えてあげて、その後にパウダーをのせて、さらにこう毛並みのこう流れをきちんとこのアイブロウマスカラで整えてあげるみたいなイメージで使うといいな。なるほど、最後のスタイリング剤みたいな感じですかね。あそう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 、超便利、そうちょっとツヤを出してあげる、うんうんうん、かつこの毛流れをちゃんと作って見せてあげるっていうのはすごいいい、はいはいはい、確かに眉毛もすごいしっかり立ってるし、ね、そう秋のトレンドとしてもその使いやすいと思うし、うんうん、今全体の眉毛のトレンドとしてもやっぱりこうしっかり今の毛流れが作られてるっていうのはすごく重要です。ビビ、じゃあ次リップ、リップはスックシアーマットのリップスティックの07番です。もうこれはね、うん、スック様って感じ、スック様って本当に思い塗られてる瞬間あスック来たってなりました。めちゃめちゃ可愛くない、わかります。あとスックの何がいいかって、うん、なんだろう、質感、あ分かる、質感がスックなんですよね。そうさすが、はい、この今期のこのスック様のリップは質感がめちゃめちゃ可愛い、うん、今までなかったようななんかソフトなんだけど、うんうん、ちょっとマットでかつ、分かる、すごくちょっと濃い色なのにシアーな感じ、うん、そうその発色がいいよね。そうなんですよ、なんかシアーな、なんか最初シアーなリップって言われた時に何がシアーなんだろうって全然わかんないんですけど、なんか自分の本当の唇がちょっと透けてるようなんだけど、うんうん、セロハンの色紙みたいに乗ってるんですよね。あ、わかる、わかります、あのその正面が、あのこう、わかりやすい、冴えてる今日冴えてるかな、全体的に結構眉毛もそうだけど、うんうん、今回明るいカラーを実は使ってる中で、締めとしてちょっとブラウン味がかかったこのリップを使ってるんだけ ど重たくしすぎたないし、うんうん、今がちょっとシアな質感だったりとかがトレンドだからこれを選ぶ、うん、なんかこういうこっくり色って結構流行ってるじゃないですか、うん、なんかこっくりすぎるとなんかそこだけ浮いたりもするし、わかる、結構こう重たい印象になっちゃうし、うん、なんかマスクで隠れちゃうこともあるじゃない、けどなんかマスクから出てきた時にこのシアなリップの質感でちょっとマットで、でもブラウンがかってる、めちゃめちゃおしゃれ、天才、このスックも天才です。これは選んでるかなこさんが天才すぎる。いやいやいや、ブラウンをがっつり塗ると、うん、このカラーメイクが流行ってる今だとトゥーマッチ。あーなるほど、いろいろ色ってなっちゃいますよね。そうそうそう、もしブラウンが好きで、うんうん、私はブラウンしか使いたくないのよみたいな人がいたらグロスタイプのやつとかで抜けを出してあげるのもありかな、うんうん、ビビ、最後ネイル、うん、スックのネイルカラーポリッシュの135番、もうまたまたスック様、うん、スック様いっぱい、めちゃめちゃ可愛いの、はいはい、ネイルもね、うん、超可愛い、これネイル、これ何色っていうんですか、からし色、からし色、うん、確かにからし色って言われたら分かる気がする、ね、黄色なんだけど、うんうん、これもまたちょっとね、うんうん、この秋っぽくくすんでて、うんうん、からしっぽくて可愛い、ね、からし色いい、からし色っていうのなんか黄色ってこう、うん、結構ポップ、ハッピー、うんうん、元気、うんうん、子供っぽいっていう印象も多分あると思うんですよ、うんうんね、でなんかパステルの黄色も可愛いけど、うんうん、こういうなんか大人っぽい黄色、そうなかなか出会えないよね、うんうんうん、ちょっとさなんか黄色っぽすぎてもマスタードっぽくなっちゃうじゃん、なんかちょっとなんていうの、はいはいはい、嫌な安っぽい感じとかじゃなくてこう上品な高級な和食屋さんにあるから、そうそうそう、からしって感じだよ、なるほど、今のすごいいいね、でもなんかこの色味を見たらなんかすごい大人っぽい和食みたいなイメージがしてきた、なんか焼き魚、そうそうやばい、ね、コスメレビューでこの話してる人います、うん、でもね確かにね、懐石料理に並んでてもおかしくない、うんうん、上品さもあるし、ビビ、うん、今日エリカどうでしたか、やらせていただきましたけど、いやなんかこのメイクをしてもらってなんかこう自分の中でやっぱイメージがどん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 出てくるから、うん、なんかこういう大人っぽい色のリップとか、うん、カラーなこうスモーキーっぽいのをつけたら、うん、なんかこうなんだろうな、サテンのドレスワンピになんかちょっとジャケットとか羽織って、うん、いいとこのレストランに行きたいなと思いました。いいね、皆さんもこの秋のスモーキーな大人なカラーメイクを楽しんでお過ごしください、うん、じゃあまた会いましょう、バイバーイ、今日も楽しかった、イエーイ
てて。